こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本が掲げている軍旗、朝日旗は海上自衛隊に引き継がれている。周辺国との問題が現在発生しているのは知っているだろう。言い出しているのは一国のみで世界へその監視活動を広げている。日本で開かれるはずの観艦式だったが、去年は災害のため中止となる。日本を守ってくれているのは自衛隊で防衛だけでなく、災害時の対応も任務となる。その海上自衛隊ですが、少し前、小野寺防衛大臣の頃のお話をしようと考えています。そう我らが小野寺氏です。それでは本編スタートです。2018年10月に韓国の済州島で行われた国際観艦式において、韓国側から参加の各国に対し自国の国旗または韓国国旗のみの掲揚を促す要請が出され、日本が参加をボイコットした。これは参加を予定していた日本の海上自衛隊の艦艇が所属国を示す軍艦旗として使用している旧海軍以来の朝日旭日旗を掲揚することを暗に禁じることを意味していたためだ。朝日旭日旗とは、その名が示す通り、朝日が昇る様子を図案化したものであり、赤い朝日から放射状に赤い線が伸びるデザインでおなじみの旗で、掲げた軍艦が、日本の所属だと明示するものだ。海上自衛隊としては、この朝日旭日旗を1954年の発足以来、継続して使用してきており、一般の艦艇と軍艦とを識別する国際上のルールに則ってそれを掲揚する義務を果たしてきたと言える。そもそも、今回の韓国側の要請の背景には、朝日旭日旗は日本の軍国主義を象徴するものとの一方的な判断が存在し、故に自国内の反日世論の勃興を危惧しさ禁じて要請を行ったと考えられる。もちろん日本政府はこのような要請を容認できない見解を示し、式典に参加する場合には自衛艦旗、つまり朝日旭日旗を掲揚しないことはありえないと最終的にボイコットに至ったものだ。日本政府の見解は、自衛艦旗朝日旭日旗の掲揚は日本の国内法令に準拠したものであり、対外的には軍艦の国籍を示す国家主権と同義であるとして、譲歩しない姿勢を貫いたと言える。昨今激化している韓国と日本の対立の中の一つの事象というべき問題ではあろうが、そもそも韓国はこの問題を一貫して主張してきたわけではなく、問題視し始めたのも最近のことだ。具体的にその時期とは2012年前後と見られており、インターネットの普及と相まって、韓国内での反日ナショナリズムを喚起する動きの中から言及されてきたものだということができる。日本と韓国との軍事上の交流が盛んとなったのは比較的近年であり、海上自衛隊の艦艇は1996年に初めて釜山に寄港しており、その際には自衛艦旗朝日旭日旗の掲揚は問題視されなかった。今回問題とされた韓国の国際観艦式も、第1回目は1998年、2回目が2008年に行われ、今回が第3回目であったが、過去2回にわたって自衛隊の艦艇は
自衛艦機朝日旭日機を形容して参加している。つまりこの自衛艦機朝日旭日機形容を問題視するという思考自体が少なくとも2008年までにはほとんど存在していなかった事実を如実に物語るものと言えるだろう。この後の2012年9月、韓国が主催し、日本、アメリカ、オーストラリアの4カ国が参加して行われた訓練において、初めて韓国は自衛隊艦艇の釜山寄港を拒否するという対応を見せたのだ。この件について、韓国政府は公にその意図を公表してはいないものの、自国内における自衛艦機朝日旭日機の形容を日本の軍国主義の象徴として問題視する空気が醸成されていった。同時期に韓国内のマスコミにおいて自衛艦機朝日旭日機を排斥する言説が登場しており、新たな反日世論のシンボルとして自衛艦機朝日旭日機が取り沙汰されるようになったものと言える。ここで重要なことは、それまで何も問題視されていなかった事象が、つまり今回で言えば自衛艦機朝日旭日機の形容が後付けの言説で日本を非難する問題へとエスカレートしている点だろう。日本と韓国との間で様々な軋轢を生んでいる多くの問題が、まさにこれと同じように後付けの理屈、言説によって大きな問題とされ、さも昔から存在していたかのように語られている。今回の自衛艦機朝日旭日機の形容という問題で言えば、自衛隊の艦艇が韓国に初寄港したのが1996年と比較的最近とはいえ、そこから約16年は何も問題にされていなかったのが事実である。ちなみに2019年4月に中国の青島港にて行われた国際観艦式においては、参加した海上自衛隊の護衛艦は当然のことながら自衛艦機朝日旭日機を形容して寄港したが、中国は何も言わなかった。この事実に少なからず韓国の現政権は焦りを隠せず、また韓国のマスコミ各社からも日本と中国との接近を警戒する言説すらも飛び出すなど混乱した様相を呈してきている。こうした韓国マスコミの報道の中で、とりわけ注意を引く言説は、自国と同じく日本の軍国主義を糾弾し、自衛艦機朝日旭日機を拒否すべきと考えていた中国の実利主義への危機感だ。韓国の現文政権と違い、中国の習近平政権は日本との協調という実利のため自衛艦機朝日旭日機を問題視しなかったとみて、反日イデオロギー棚上げの是非を問うものだった。ここのことろ、日本のみならずアメリカとの関係も悪化している。韓国にとって政治的にこれ以上孤立することは得策ではないのではないかと、国としての損得感情を訴えている。こうした言説の多さは、自らが反日という世論を利用した政策の一環として、自衛艦機朝日旭日機を問題にしてきたと認めることに等しく、反日が外交上不利なら下げることもはばからないとも取れる。